のわけは、渡辺淳一の小説。女性ファッション雑誌、ノンノの1972年6月20日号から1973年8月20日号に連載された。単行本は1974年に集英社から初出版、後に文春文庫、集英社文庫、角川文庫からそれぞれ出版された。本項目では、同作を原作としたテレビドラマについても記述する。舞台は、初夏から野明復秋にかけての京都。ヒロインは東山総合病院輸血部で働く、血液検査技師の有沢美智子。ある時、美智子の不注意な発言がきっかけで、再生不良性貧血の子供の患者の輸血が止められるという事件が起こる。部長の阿久津恭三は美智子を怒鳴りつける。しかし一方で、美智子は、妻子ある恭三を愛するようになる。恭三の義弟、辻村刑事の見合いを買って出たこともあったが、そのうちどんどん恭三に傾き、自分のものにしたい欲が増し、妻への嫉妬も増すばかり。美智子は5ヶ月後に、秋野智彦との結婚を控えている身だったが、その秋野もバーの女、安井時子と関係を持っており、それを知った美智子は、恭三との愛と板挟みになりながら悩む。一時は、恭三との別れを願かけて、無言詣をするも愛は、断ち切れず、やがて義弟、刑事にも、美智子と恭三の関係を知られ、ますます波乱を呼ぶ。1975年5月8日から1975年9月25日まで、毎週木曜日21時21時55分の枠で放映。全21話。VTR を駆使し、神社仏閣、自然、街並みなど京都の風景を押し出した演出もされていた。参考、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、京都新聞、北海道新聞各縮刷版1975年5月1日、京都新聞テレビ欄での本作の紹介記事より、ありがとうございます。